とヘトいいねーわー ASMR の音だけ聞いて何をやっているか当てろいい俺はもうね ASMR が流行る前から俺大好きだったから実は音が好きなんですよ私は今音がなくなりましたせいがね外出してるんだけどせいが帰ってくるまでに一人一個ずつ ASMR の動画を撮り、うん、何をやっているかちょっとせいに当ててもらおうというなるほど、ね、いやでも ASMR でしょ ASMR ですよ ASMR ってあれでしょだからこのすっげえ今どんってたから嘘でしょ、うん、またごめんな、ちょボケ潰しちゃったけど、お前それは ASMR ASMR か ASMR てる一個怒ってくるとマジ怖いんだよねそう怖いっけ縦に雰囲気があるやんもうええっていいわ、もう嫌なのよよっちょ、これはやばいわちょ、待って、これはやばいわこれはやばいわちょ、待って、これはやばいわちょ、待って、これはやばいわえ、これ歩いてね？てか歩いてね？歩いてね？やばくない？あ、帰ってきた。お帰りなさい。どこ行っとんねー？どこ行くね？ダサい。怖いこと。一人一個ね。ASMR 動画。時間が取れない。何をしてるか次に当ててほしいと。すげえ。行くか。というわけでじゃあ早速行きましょう。それでは第一問。さあ何の音でしょうか。パリパリ言ったの。野菜食ってんのかなと思ったけど、こいつらに限ってそんなクソみたいなことやらねえだろ。あら、おお。えって聞こえたの。回答どうぞ。ペン。ペン。ペン。かじってる音。おお、ペンかじってる音。どうなんでしょうかね。そのぐらいね、クレイジーなことしだすもんね。答えはこちらになります。なんか食べてますね。なんか食べてますね。白い。ドッグフードでしたー。ドッグフード。5億とあるから。ボリボリ言うのだけで5万とあるだから、おえじゃん。おえ正解だったんだ。そう。さあ、2問目。はい、何の音でしょうか。空気が抜ける音がしたの。おっと、これ全然わかんない。なんかでもなんか興奮してる声は入ったけど。それでは回答をお願いします。ペットボトルをめっちゃ踏んでる音。おお。これ、はい、これ、はい、これはい、これ、これ面白いな。これわかるでしょ。ほらわかるでしょ。ほら空気抜ける音が、空気抜ける音、空気抜ける音わかるでしょ。これ正解はサランラップで恭平の顔を巻いている絵。ほら当てられないだろうって切れたかったけど、ちょっと面白いものが。さあラスト問題です。これ当たったらいくら。ちょうど300万。ちょうどもらいます。ファイナル問題でございます。結構 ASMR 感あるね。それではラスト問題こちら。分かったかもしれん。おお、俺これ分かったぞ。マジで300万だから。マジで1問2問で路線分かったの。超うざいことしてくる。2択なんだよな。アナルに空気入れがなんかぶち込んで、もう1個は乳首に空気入れの風を当てて、こいつがこう。おお。まあラスト問題なんでね、うん、もう一度聞かせてあげてもいいですよ。さあ考えて考えて。バチって言ってました。やばいね。嫌ですよ。ASMR 多分ね、アナルに空気入れをぶち込んで、最後にその空気入れで
ケツを引っ叩かれた。さあ、300万円が僕の手に来る時が来たよ。やばい。それでは、正解はこちらです。ニラピンじゃん。正解はマジックリでケツをシュ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 させてケツバットで撒き散らすというのが正解でした。正解。惜しかったね。え、これニアピンいくら？ゼロ円。ゼロ円。ゼロ。今は、間違えて切れた音。正解。おー、やったー。300万。めっちゃ光った今。え？めっちゃ光ったよ。マジで？来る前。そう。やばかったの。来る前もあったんだよね。音がすごかった。足音みたいな。最近やばくないな。恭平もなんか何もない時にこの風呂場から声聞こえたって言ってた。ああ、そう。俺もやばかった。声聞こえた。え、ノリもやばかった。吸いついてきた。寿司屋から帰ってきた時のドアが勝手に開いたらしい。は？取っ手が自分のところに吸いついてきた。そんな。全部今日の話でしょ。そんなことはもういいのよ。そう。どういう企画なのよ。吸ってる気ないじゃん。1個目は結構。1個目が一番当たらないのよ。おえまでヒント出してるんだから。おえ来てドッグフードでなりませんよ。はい、というわけでね、正義は ASMR の音を当てることはできませんでした。残念。ここにいるコメント欄誰も当たってないと思う。次回はね、家中のいろんなところでこうカメラ構えて例の ASMR で。あ、うわあ、おもろい。何？俺が綺麗に締めようとしてんのにお前おーとか言ったらもう。いやなんかでもね、まあ面白かったです。斬新な企画。おもろいねこれ。もうちょっと当てさせてほしかった。この動画面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイバイ。信じたってどうせ恋なんてその一歩が踏み出せないこんな方